皆さん、こんにちは広報コンサルタントの石川恵子です。そして、はい、ママフリーランスとして活動している、奈良木由りです。よろししくお願いいたしますでは、引き続き次のテーマということで、何でしたっけはい、続いてのトークテーマはあの、新卒として広報担当になった私に、石川さんが広報としての基本を叩き込んでくれたときのお話をしていきたいと思います。はい、はい まず最初に着手したのはメディアリストの作成でした。その広報活動の中で一番最初にメディアリストを作れっていうふうに石川さんから言われたんですが、なぜ最初にメディアリストの作成から取りかかれっていうふうにあの指示をくださったんでしょうか。ああその広報の広報担当者の基本としてはその、自分たちがリレーションする、まあ、記者が誰なのかっていうのが把握できないと、まあ、プレスリリースも書けないじゃないですか。うん、はい。はい、そう,いう意味で、えー、一番最初にメディアリスト 自分たちの授業の内容を把握した上でどんな記者とリレーションを取ったらいいのかでその記者の背後にいる、まあ、お客様というのがいるわけなので、まあ、そういう意味でそのお客様をしっかり把握するという意味でも、まあ、メディアリストをり作りましょうというお話をしてたんですよね。基本としては4つあってそのメディアリストを作ってレプレスリリース作ってそして取材。えーまあ そしてまあ記者会見をやるという、まあ、この4つをやろうと思っていたので、それを1つずつやると。はい、<laughs> 奈良木さん、本当に思い出としては、あれですよね、電話がすごい毎日のように、<laughs> 毎日毎日。本当に、<laughs> あまりにもこう右も左もわからない状態だったので、<laughs> もう私の。 頼れる先はね、石川さんしかおらず、もうわらにもすがる気持ちで、毎日電話をかけて、これが終わりました、次は何をやればいいですか、す <laughs> ごかったですよね、そうですね、まあ、あの私も驚いたけど、楽しかったっていうかね、びっくりしたけど、その次、何をやったらいいか分かりませんみたいなね、ことがあって、はい、もうそれにはもう結構、私も戸惑いつつあの、すごい新鮮な気持ちでやりましたけどね。はい はいまあ、でも世の中の、ね、いきなり広報に抜擢された方とか新卒で急に広報になった方っていうのはそれこそ最初に何をしたらいいか分からないっていう状態だと思うので、まあ、この YouTube チャンネルも、ね、ぜひ参考になればいいなと思うんですけどで、まあ、メディアリストを、ね、苦労して作りましたと次はそのメディアリストを活用してプレスリリースを送りたいでプレスリリースの作成っていうのも次に石川さんに教わったことでした。 なんかプレスリリースを作成する上で気をつけなきゃいけないこととか、ポイントとなることはありますすかああそうですねあのプレスリリースってほらあの皆さん、えー、チラシと、ね、混同してる人がとても多くて、えーま、キャッチコピーというか、ま、自分たちが言いたいことばっかりこう書いちゃうっていう人がすごく多いんだけれども、ま、これは私も一番最初の時にはそうしてしまったんですけども、も大事なのは、えーま、チラシと一番違うのはもう社会 社会的な観点社会的な課題を必ず盛り込むっていうところが全然違うってことかなあとは、えー、まあ客観的な事実を載せるということ、まあ、この客観が難しいんだけどねちょっと難しい言葉を使っちゃうとその自分たちがやってることをしっかりとまあ古代表現せずにやると書くっていうのがすごく大事なポイントなのでだからそこの部分をしっかりと盛り込むっていうことかなそうですね。 前からね、そうですねもともと読書も好きで文章を書くのも好きでっていうのはありましたしただやっぱりその客観性を持つっていうのは難しいなと思いましたどうしても自社の情報をみんなに知ってほしいという思いが先行してしまってなんかちょっとね広報と広告を履き違えたような文章を作りそうになってしまったりとか社会性を盛り込むっていうところも なかなかね広い視野を持たないとできないことなので、なんかプレスリリースの作成自体に広報の仕事のいろんななんか必要なスキルみたいなのが求められるなっていうのはすごい感じました。なんか石川さんにも何回も直していただいて、<laughs> 本当にね。あのでも自分が書いたものを誰かにか全部書いてもらうより自分が書いたものを直してもらった方が絶対スキルアップするし、その方が。 成長はは早いいなって私はすごく思いましたでそれまではクライアントの情報を元に自分で書いてたりしたんだけどもあの書いたものをこう直してあげて、えーまあ、そこで、まあ、ディスカッションしたりどうしてなのかっていうのを説明するっていうのはすごくあの成長につながるなってことをねすごく感じたしあとはその社会的課題ってすごく難しいかもしれないんですけども、まあ、要はお客様がどんな課題を持ってるのかとかお,お困りごとですよね社会にこんなお困りごとがあるとか。 あとはその客観的なデータ、いろんな行政でデータを持ってくることによって、社会全体の課題というのは浮き彫りになったりするから、まあ、そこはテクニックの部分かな、その数字が持ってこれるんだったら、客観情報を持ってきたらいいし、それがなければね、そのデータって後から作られるから、本当に企業の、特にベンチャーがやってる最前線のことって、誰も数字なんか把握してないから、お客様の声しかないのよ。 お客様の声を、お困りごとを解決していくっていうのは本当にベンチャーの仕事だから、そういう意味ではお客様のお困りごと、生の声をプレスリリースに盛り込むっていうのは、私はすごくベンチャーにはいいと思いますねうん確かにプレスリリースを書くことによって、その書くために必要な情報を集めること自体が、業界理解とか、自社の理解にすごくつながったので。 なんか本本当にに広報活動とししてての基本だなななっていうふうふやりながら感じましたなんか書いていくうちに石川さんに「じゃあここはどうなのここはどうなの?」って質問をしていただいて「あちゃんとわかってなかったからもっと調べなきゃ」とか「社長に聞いてみよう」っていうふうにやっていくことでちょっと広報担当として自分も成長していけたんだなっていうのは実感としてあります。うんうん、書いたら次はいよいよ取材。うんうん 記者から取材してもらうとか記者とアポイントを取ってちょっとこう面談に行ってお話をさせて自社の説明をさせてもらうとか、うん、石川さんにも同席していただいてあの初めての取材を受けたりとかもしましたけれどもどうでしたか取材対応は。<laughs> はい、やっっぱりたどたたどどしかかですかね <laughs> <laughs> 取材の前にもう1つ、ね、ちょっとプレイスリースで言い忘れたことがあるのでもう一つ客観的な情報を載せなきゃいけないんだけどその社長にヒアリングして社長がすごくいい,いいことを言ってくれたとかこの社長のメッセージを伝えたいとしたら社長のコメントとして載せればいいのでその客観情報だけだと本当に面白みがなくなっちゃうからお客様の声を載せたりあとは社長の思いをこあ鍵かっこつきで、えー、載せると。 あの思いっていうのはね事実だと思うのでそれも事実だからそういったものを載せることによってよりこの波及、まあえーまあ、力があるというかなだからそういう意味では今奈良木さんがおっしゃったようにインタビューする力社長から本当の思いを聞き出す力っていうのも大事なプレスリリース書く際にはねとても重要だと思います。 はいそうですね、はい、私もリングローにいた際は毎回プレスリリースの,あの一番下のところに社長コメントを載せてそのために社長にしっかりインタビューをしてっていう形で、まあ、自社の理解だったり業界理解だったりを深めていったなっていうのは思い出しました。うん、そうでそれってああのののの社社社員員員メメッッセセーージジに対するるででもが 直接社長の話を聞くだけじゃなくて、報道を通して社長のコメントを見ることで、またこのモチベーションが上がったりするってこともあるかなと思います。うん、社内広報にもつながっていくっていうことなんですね。そして、うんうん時間。時間が延びちゃったから、次の質問は次にする、はい、あわ分かりました。<laughs> じゃあちょっと言っていいですか、はいはい、はい、質問事項だけ言ってもらって。はい、えー、次はですね。 えー、取材についてとか記者とのアポイントについてそして記者会見についてのお話をしていきたいと思います、はい、では次回も、はい、<laughs> あの皆さん見てもらうためにあチャンネル登録してくださいねちょっと前回言い忘れたのであ奈良さんも言ってお願い奈良木さんが言ってくれたら効果的なので <laughs> <laughs> 皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします